青二人光ってたかな。ほい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 。で、ちょっと待って、さっきスパチャちょっと逃してたのあったっけ。はい。ほらほらほら。で、あ、そっか、消した時のリザルトとか、じゃあちょっと、次の試合、お見せします。失礼しました。これちょっと読んでなかったな。失礼しました。SK さん、毎試合消したライン数とか、リザ、みたいな、消したライン数とかみたいなリザルトの詳細見てみたいと。ちょっとこれ終わった後に、忘れてなければ、お見せします。500円スパチャ、ありがとうございます。ほい。ほい。ほい。ほら、おい、おい。おい、おい、おい、おい。あとは多分大丈夫だよね。こう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 。おい、おい。おい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 。そうだね、理想はまあそうかな。ただ逆にそれを相手にされるっていうこともあるからね。固定で狙って相手がまあタゲ来てるのは確定だから、その他のタゲを釣られてからまあタゲゲーされると、タゲの数でまあ不利になっちゃうっていうのがあるから、まあいかにタゲが釣れるかどうかっていう噛み合いは結構大事になるよ、特に固定ターゲットは。ほい、ほい。一人は確定でターゲットがあるってことだから、ある程度バッチ持ってたら二人分の鍵ゲーでも普通に火力高いから。相変わらず炭早いな。ありがとうございます。ほい、ほい、ほい。四列炎十分。うわ、いかついこれは。はい。はいはい。はい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 。おいおいおい。残り一人。ああまあまあね、なるほどね。まあでもまあそうだね、まあそこはまあお互い様って感じかな。残り一人だとまあ逆にタギゲーしやすいっていう部分もあるし、逆にまあタギゲーされやすいっていう部分もあるからね。結構火力がインフレしてまあお互いにリスクあるっていうのはそうだからね。よりワンミスが致命傷になったりは確かにするね。ほい、確かにそれはある。ほい、ほい。コメントどれで見てんの？自分は今は PC で見てるから、前まではスマホで見てたけど。ほら。はい。はい。マジで？ちょっと待って。スパチャ、ちょっと。すいません。ほら。この試合終わったら絶対言います。流れちまった、コメント欄に。ほいほい。 50% とりあえず獲得していく。ほらほら。ほい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 。あー、あの人タギゲしてんのか。外しといた方がいいな、これは。危ねえぞ、これ。危ない危ない危ない。どう耐えようかな。ほい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 。冷静に耐えのルート見つけて、ダブルダウンにしといて、これカウンターしてこれでいくか。赤にどれ見ていいのか。なるほど。ほら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 、それ倒していって、
4は受けよう。ああ4受けたかったのにな。1個ターゲット来たか。じゃあもう1個いらんところでターゲット来たな。くそほい、4にしてわざわざ受けようと思ったのに、その瞬間にターゲットが来て総裁になってしまった。こういうとこね、結構厄介ではあるんだよね。逆にターゲット来てね、欲しくないところでターゲット来て、特に残り3人の状況の時にね、多発しやすいんだよ。ああいうのね、1人から狙われてるから、ああこうすれば1ライン分に軽く分割できるって消す瞬間にターゲットが来て、で多く総裁しちゃってでかいのが来るみたいな。あれマジね最悪だよ本当に。考えてることが全て水の泡になるから一瞬にして、どうしようもないけど、そんなこと。なんかおい神倒されたマジだ。おいおい、ほう、せっかく分割しようとしたのに意図的にというか、たまたま軽く底上げされてでかいの来て刺さるっていうのがたまにあるからな。おいほら、とりあえず合流しかない。青のあの人強そうだな、でも刺せそうだな。おいおい、どうだ、タギゲーしてるけど、あの人もタギゲーしてるのか。ちょっとリスクはあるけど、はい、楽しみにしました。頑張れ春夏さん、250スパチャありがとうございます。頑張ります。タギゲーっぽいのしてるから外しておく。ほい、これ黄色まあまあ残ってるけど、味方誰いるんだっけ。はいはいはい、あー、歩みの刺した方いる。ちょっとこれ間に合う。あの人にターゲット向けたのがそもそも失敗だったな。ちょっと4にして受けてもいいけど、これはちょっと余裕がないから、これで4で受けよう。最初の方の4だとちょっと余裕がないから、火力を送ってるの見えてたから即座に鍵を外した方が良かったですね今ね。ほら、青強いな普通に。お互い4列連組んでて、かつ盤石に。はい、普通に早い。雷は4人か。なるほど、人権ちょっと取るのきついかな。この人倒しても人権は手に入んねえよな。青いい立ち回りしてるな。青の上に立ち回りしてるぞ。あれほら、アザリさんとドルミさん。なるほど、ほい、
が浮いてます。マージャン入ってるのかな、難しいな立ち回りが。青一人下がったってことは、あれ青下げ入する恐れがある。さっき俺リザルト見せてなかったっけ、そういえば完全に忘れてた気がする。この試合覚えたら絶対リザルト見せよう。ほいほい、マージも相当入っててやばいことになってる。黄色も相方も連組んでる。例えば訪れなくなって、それよかった。テトリスで総裁したから送って、あの人ちょっと軽く構えてるから。黄色の相方が下げ消してくれてるな。さあこれどうだ、2対1対1。粘状態は結構組めてるから、まあ体勢はいいのかな。俺が送りたかった。いやー、
さあ難しいところだ。これはハギゲープラスマージン入るからな。激しい、激すぎる。ハゲゲーとマージンが入り乱ってるぞこれ。はい、超究極に闇が深いねこれ。おい、最高の最高の闇だ。これ貫通させといて、なんだこれは。過去最高の闇試合だぞこれ。タギゲプラス最大マージンが一生入り乱れてる。おっと、帯の置き身ストイカー貫通して連繋がんなかった。多分あれロイ君でしょ。よし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 、大見のなんか、連繋がんなかったのかな。さあ、しかしちょっと、これ、安心できない、全く。ただ、旋回取ってるけど、はい。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 貫通したぞ、刺さるか。うわぁ、あそこに歩みの置いたの痛すぎ。貫通しろ、貫通というか刺され。危ねえ、今の貫通したらやばかった。はい、はい、はいはい、繋がったのか、ずれたのか。まああれちょっと、よっしゃ、勝ちをもぎ取っていく。危ねえ、今のあの歩みの、ちょっと焦りすぎて、あのもうそこに置くしかなかった。あの歩みの、できればね、あの真ん中あたりの歩みのね、やろうとしたんだけどね、リザルト忘れないでください。いやー、やっぱりこの、俺とドレミー君とロイ君、この1、2、3、1、2、3になったな。激しすぎる、これは。いやー、やばいねー。みんなね、ターゲット入れ替えて、今の TSD、BTB、そうだね。いやー、危ない、ギリギリの戦いすぎる、これ。みんなターゲット変えて、タゲゲーもね、ちゃんと管理しつつ、連組しつつみたいな。激しすぎる、これ。しかも最大マージンで、タギゲーだから一番これ闇が深い状況だったよ。残り3人だし。